の。着物でトランポリンをジャンプするっていうシーンがあって、なかなか今後も着物でトランポリンってないと思うので、すごい楽しく撮影ができました。やっぱりこの真っ赤ですごい攻めている中に黒と金と白が混ざってて、ポイントポイントでキラキラして入れたりするのがすごいポイントです。じゃあ入ります。出てこい。前の商品もすごい美味しくて、今日新作食べれるって気持ちで現場に来ていたので、ディップして食べて、あ、やっぱ美味しいってすごいなりましたね。はい、どうぞ。チェックします。そう、美味しいです。最近はその日の気分でメイクを変えたり結構しますね。割と普段はもう真っピンクでやることもあるんですけど、その日の服装とか合う人だったりとか、ちょっと落ち着いた雰囲気で行こうかなって思ったらブラウン混ぜたりとか、その日の気分で自分のメイク調整したりもしますね。街を歩いてると、みんなの好きをもっと自由に主張していいんじゃないかなって思うことは結構ありますね。みんな意外と派手な服着たいけどなかなか挑戦できないとか、自分が何歳になったからとか結構言う方もいらっしゃるんですけど、全然何歳になったって何色着たってどんな服着たっていいって私は思ってるので、そういう風にな気持ちがもっと自由な方向に向いてくれたらなって思いますね。健康の秋にしたくてマッサージに行ってみたい。マッサージとか整体とかに行ったことが一度もなくて、でもやっぱ周りの人たちがほんと体軽くなるよってなんかすごい言ってるので、わ、体軽くなったっていうのはちょっと秋までには味わえるようになんかなりたいなって、健康に少しずつさらになっていきたいなって思ってます。